ただいま、アリサ、マキアス。お疲れ、エリオット。お帰りなさい。あ、ディーリアちゃんじゃない。途中で会ったから、一緒に来たんだ。差し入れを持ってきてくれたんだって。サンドイッチです。休憩に食べてください。嬉しいわね。エリオットの次は僕だったな。巡回に行ってくる。行ってらっしゃい。お気をつけて。あ、ありがとう。わざわざ来てくれてありがとうね、ティーリアちゃん。皆さんが頑張ってるので何かしたくて。君たち兄弟は本当にしっかりしてるな。ええ、カイが案内役を買って出てくれた時も驚いたし。そうそう、工房でも頑張ってるし感心しっぱなし。自慢のお兄ちゃんなんです。きっとカイもティーリアちゃんのことを自慢に思ってるわね。そうだね、こんな気遣い屋さんだもん。そうだといいな。あ、でも私お兄ちゃんに隠し事してるから自慢の妹じゃないと思う。隠し事？それって一体どんなことなの？もしかしてなんだけど、将来の夢について。え、どうしてわかったの？やっぱりそうなんだ。ティーリアちゃん、委員長が小説を書いてるって聞いて目を輝かせてたでしょ。その時将来の夢は小説家なのかなって思ったんだ。すごい。実はそうなんです。素敵な夢じゃない。でもお金になるお仕事じゃないかもって町長さんから聞いて、お兄ちゃんが私のためにずっとずっと頑張ってるのに私だけが好きなお仕事を選ぶなんてって。ティーリアちゃん。そこはティーリアちゃんの頑張りどころじゃないかな。え？小説家になりたいこともカイ君に迷惑かけたくないこともティーリアちゃんの本心なんだよね。うん、できればなんだけど、小説家になってお金をもらえるようになって、今度は私がお兄ちゃんを支えられたらって。その気持ちがあれば十分だと思うよ。強い気持ちを持ってそれを貫く覚悟があればティーリアちゃんにとってもカイ君にとってもいい道がきっと見えてくると思うな。エリオットさんって、偉そうなこと言ってるけど僕もそれに気づいたのは最近なんだよね。ちょっと、いいこと言ったんだから最後までカッコつけておきなさいよ。ごめん。元気出たみたいね。うん。あのアリサさん、お願いがあるんです。何かしら？私今途中までだけど小説を書いてるんです。でも結末で悩んでて、よかったら読んで感想を聞かせてもらえませんか？なるほど、町長さんの家で言いかけたのはそのことだったのね。もちろんいいわよ。あ、ありがとうございます。私今すぐ取ってきます。ちょっと待っててください。ティーリアちゃん、一人じゃ危ないわよ。すごい勢いで行っちゃった。追いかけなきゃ。今のショットガンの発砲音、マキアスだ。大丈夫だったか、カイ？はい、なんともありません。お疲れ様でした。早く町に戻りましょう。ティーリアちゃんがカイ君の帰りを待っているでしょうから。まあ、警備班にも連絡しないとな。どうした、ガイウス？妙な風が吹いている。町の方からだ。なんだと？見て。あれ？
れは街が燃えてるよ。ただの火事じゃないね。あの火の手の上がり方、傭兵っぽい。アルスターが襲われているのか。そんな、ティーリアが、みんなが。貴族連合の雇った傭兵か。だとしたら一体何の目的で。わからないが、この街を、アルスターをユミルのようにさせはしない。リンさん、とにかく急いで戻ろう。ああ、リン、みんな、アリサ、よかった、ここにいれば会えると思ったわ。こっちも安心したよ。連絡がつかなかったから。ごめん、町の人を連れ出すのに必死でアークスを使う余裕がなかったんだ。火の手が上がっているのが見えた。やっぱり両兵。ああ、そうだ。マキアス、怪我してるの？少し脇腹をな。かすり傷だ。巡回してて両兵と出くわしたんだ。じっとしててください。今魔法で治しますから。すまない。ルクス陽光よりメディア、彼を癒せ。それにしても悔しいわ。町の警備で残ったっていうのに、なんとか一部の人を避難させることしかできなかった。多勢に無勢、三人では致し方あるまい。あのディリアは。ごめんなさい、カイ。町は今どうなってるんだ。完全に占拠されちゃってるね。町の人のほとんどが拘束されて監視がついてる。マキアスとやり合ったし、僕たち仲間がいることもある程度予想してると思うから、いざという時には。町の人間を盾にするつもりか。下手に手出しはできんな。そんな。くそ、なんとか打つ手を考えないと。誰だ。よう、困っているみたいだな。え、助っ人が必要なら手を貸すぜ。トーバルさん。トバルさんの突然の登場に驚きつつも、早速俺たちはアルスターを解放するための作戦を立て始めた。探りを入れたところ、町の人は4カ所に拘束されていることが分かった。そこを一斉に制圧しようと、俺たちは4つの班に分かれ、行動を開始することにした。作戦は分かったよ。いくら内戦に介入しないと言っても、放っておける事態じゃないもんね。ねえ、なんとか早急に解決できるよう、みんなでやってみます。よろしくお願いします。作戦が成功したら、迎えに行くからすぐ連絡して。はい、わかりました。トバルさんが来てくれたし、リン君たちなら大丈夫だと思うけど、気をつけてね。ありがとうございます、トア会長。また連絡します。うん、待ってるね。みんな、準備はいいか？いつでもいいわよ。僕もだ。怪我も問題ない。よし。ドールズ士官学院7組。これよりアルスター解放作戦を開始する。各班、割り当てられたポイントに向かい、夜明けとともに行動を開始してくれ。オッケー。